リズ・キャロルはアイルランド系アメリカ人のミュージシャン。彼女は全米芸術基金からアメリカのフォークトラッタ音楽における最高の名誉である EN ・ナショナル・ヘリテッチ・フェローシップ・アワードを受賞している。キャロルの両親はアイルランドで生まれた。キャロルはシカゴの南側で育てられた。キャロルの父はアコーディオンを弾いた。 毎週日曜の夜にキャロルと家族はアイルランド伝統音楽のラジオ生放送を主催している南側にあるアイリッシュパブを訪れた。キャロルはデポール大学で社会心理学の学位を得た。キャロルは1973年にフラー・キョールで18歳以下のフィドルでフランキー・ヤビンに次ぐ2位を受賞した。キャロルは翌年戻ってきて同部門で1位となった。 翌1975年の18歳の時、彼女はシニア部門のフィドルで1位となり、当時アメリカ人として2人目のオール、アイルランドシニアフィドルチャンピオンシップとなった。同年、キャロルはシカゴのピアノアコーディオン奏者、ジミー・キーンと共にシニア部門の二重奏で優勝し、シニアデュエットチャンピオンシップを獲得した。1978年、キャロルはアコーディオン奏者、 トミー・マグワイアとの共演で最初の録音をキスメ・ケイトのタイトルでリリースした。次の年に彼女はマーティン・ファーヒーのピアノ伴奏で最初のソロアルバム A Friend Indeed を録音した。彼女自身の名前を冠した2枚目のソロアルバムはアイリッシュギター奏者ダヒー・スプロールの伴奏を得て1988年にリリースされた。1992年にキャロルはスプロール、 アコーディオン奏者、ビリー・マコミスキーと3人でトライアンを結成し、すぐに2つのアルバムをレコーディングした。2001年にキャロルは、アイルランド系アメリカ人の作家、フランク・マコートと、シカゴにある、ステッペン・ウルフ・シアター・カンパニーでの朗読会で、共演した。リズ・キャロルとジョン・ドイル、2007年6月21日、マサチューセッツ州ケンブリッジのクラブパッシムにて、 2002年以降、キャロルはアイリッシュギター奏者ジョン・ドイルの伴奏で、それぞれレイクエフェクト、インプレー、ダブルプレーと題した3枚のアルバムをレコーディングした。キャロルはストリングシスターズのメンバーの一人であり、2005年に録音し2007年にリリースしたライブと題した、彼らのライブアルバム及び DVD で演奏している。2010年8月、 録音されたもの録音されていないもの含めて200のキャロルの作品がコレクテッドオリジナルアイリッシュチューンズとして出版された。アイリッシュエコーはコレクテッドを2010年の最高のチューン集に挙げた。エディンバラのコンパクト半ブンスコッツマンは彼女の作ったチューンの多くが現代のスタンダードになっていると書いている。1994年、キャロルは全米芸術基金から 優れた民族音楽、伝統音楽のミュージシャンに、終身名誉として贈られる EN、ナショナルヘリテッチフェローシップを受賞した。ケルティックフェストシカゴにて、シカゴ市長リチャード・エム・デイリーは、シカゴで1999年9月18日を、リズ・キャロルの日、と宣言した。ニューヨークの週刊新聞アイリッシュ・エコーは、キャロルを2000年のトラディショナル・ミュージシャン・オブ・ザ・イヤーに、挙げた。 2010年、キャロルとジョン・ドイルのコンパスレコードでのレコーディングダブルプレイはグラミー賞のベストトラディショナルワールドミュージックアルバム部門にノミネートされ、キャロルは最初にグラミー賞にノミネートされたアメリカ生まれのアイリッシュミュージシャンとなった。2011年、キャロルはその作曲でアイルランドで最も重要な伝統音楽の賞であるキューマドワー TG4 アワードを受賞した。 彼女はこの賞を受賞した初めてのアメリカ生まれの作曲家である。ありがとうございます。